ロイ・ニコラス・コーランダーは、イギリス出身の軍人。英国ファシスト連合に一時期所属していたほか、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツの武装親衛隊が有した、イギリス自由軍団に所属したことで知られる。1914年、リトアニア系ユダヤ人実業家、レオナルド・ヘンリー・コーランダーとエディスケーターの間に、私政児として生まれる。幼少期には、寄宿学校に通った。 19歳の頃に両親が離婚すると、ロイは父がニューヘブリディーズ諸島に所有するココナッツのプランテーションで働くことになる。1938年11月、ニュージーランドに引っ越して、ウェリントンの土地所得税局に事務員として就職する。第二次世界大戦が始まると、彼はニュージーランド陸軍に入隊し、西部砂漠やギリシャでの戦いに従軍したが、 1941年4月には捕虜として捕らえられた。ギリシャ戦線で1941年に捕虜となった後、コーランダーは白系ロシア人を自称するとともに自らが非常に強い反ソビエト感情を抱いていると主張し、ナチスドイツ当局の対英宣伝放送への協力を始めた。この頃にドイツ側ではイギリス自由軍団の志願兵募集に着手している。 イギリス自由軍団に関する記録には、レオナルド・コーランダーという名前が残されているものが、いくつかあるが、これは、ロイ・コーランダーと同一人物とされる。コーランダーは、トーマス・クーパーと共にイギリス及び自治領出身の、捕虜に、イギリス自由軍団への参加を強要していたという。その後、コーランダーはもう一人の隊員フランシス・マートンと、共に、部隊から離れ、 武装 SS の宣伝部隊であるクルトエッカース、SS 連隊の一員として、西部戦線に派遣された英宣伝及び転校者の募集に従事した。しかし彼ら二人は共に連合国への投降を計画していたのである。彼らは制服からイギリス自由軍団を示す、希少類をすべて剥ぎ取って、通常の SS 隊員のものに交換し、武装 SS のフランダース人中隊に紛れ込んだ。 彼らは9月3日にベルギーブリュッセルへ到着し、連合軍が到着するまで隠れていることにした。そして翌日、彼らはイギリス軍主管に投降し、最初に捕虜となったイギリス自由軍団隊員となった。逮捕されたコーランダーは、マーゲートに設置されたニュージーランド軍事法廷で裁かれ、1945年10月3日に、懲役15年が言い渡された。 1946年にはニュージーランドのオークランドにあるマウントエデン刑務所に移され、特赦を受ける1951年まで服役した。釈放後、彼は1950年代前半にオーストラリアに移って新しい生活をスタートさせた。晩年はシドニーから車で2時間の距離にあり、当時多くの退役軍人や現役将兵が住んでいたレスブリッジパークで暮らした。 この頃には故郷にも何度か足を運んでいる。1979年、オーストラリア国内で死去した。ABC ガイ・ウォルターズ、ヒトラーズ・ブリティッシュ・ SS、チリング・ピクチャーズ・オブ・ザ・トレーターズ・フュージョインド・ザ・フューラー、エスモースト・イービル・ユニット・ウィズ、A ・ユニオン・フラッグ・オン・ゼアー・スリーブ、メール・オンライン。 Dailymail.co.uk、二千十一年九月十八日閲覧。ストームアンドリュー、ザ・ウォーン・イン・ブラック・ホワイト。ザ・ニュージーランド・ヘラルド、HTT、PWW。トンゼラルド、Co ン、ゼット、メディア、パブリッシング、インダストリー、ニュース、アーティクル、CFM、CID イコール七百七 アブジェクティドイコール1059万8422011年11月6日、閲覧。ありがとうございます。